はい、来ました。 PS5 長かったですね。発売日からもう2年間経とうとしてますよ。まもなく2年ですね、 PS5。 いやーこれね、やっとですよ、もうって本当にね。いやこれね、実は抽選に次ぐ抽選でしたけど、いずれも惨敗、1勝もしてません。全部敗北。まあ本当にね、優しい方が、まあ、譲ってくれたというか、あの権利をね譲ってくれましたんで、まあなんとかね手に入れることができましたよ。本当にまあこのね申し出はね、実はかなりありました。まあ全員のお名前をね言えませんけれども、あの本当にねありがとうございました。といった感じで、ひじきっし君からねちょっと声を聞いてきました、自分ですけどということで、このね PS5 開封していったんですけども、途中からねちょっと話が逸れてっちゃって。そうなんですよ、撮影はね順次進んでましたけれど、まあいろんな大きさ比較とかやっていたら、なんかね話が逸れてっちゃったんですよ。まあそれで、まあ今日どのみち間に合わなそうだから、 PS5 とね歴代いろんなハード、まあ今すぐこの瞬間取りに行けるハードに限られちゃいますけど、大きさをねちょっと比較してみました。まあツイッターの方でね随時上げていて、まあいくつかリクエストもあってね、そちらも公開しましたけど、まあツイッターの方で、公開しきれなかった分をね今回、まあ静止画になってしまいますけど、ここでね公開したいと思います。いやこうやって見るとね、歴代プレイステーションファミリーどうでしょう。まあ形見てよくわかるのは、プレイステーション3と PS5 はね、なんかこうラウンド形状って言うんでしょうか、丸みを帯びたものに対して1、2、4はどちらかというとね角張ったデザインだなというのがわかりますし、こうやって改めて比べてみると PS5 やはりでかい、そして意外と PS4 って小さかったんだなというね、ある意味まとまった機体だったと思います。ではちょっとね代表的なやつを比較してみたいと。まずは日本にね家庭用ゲームを広めたファミコンと、現在最新鋭のマシーン、プレイステーション5ですよ。いやもう全然ね大きさ違います。まあ設置面積というんでしょうか、ファミコン4つ分ぐらいでかくなってますね、現在のね据え置き機はね。こんな感じでファミコンから日本は始まったと言っていいと思います。そしてソニー初の家庭用ゲーム機 PS1、 まあプレイステーションですね。まあこちらと比べてもまあ当たり前ですが、すごい差です。まあ、こんな感じでねスタートしていきますが、そしてよくでかいでかいと言われていたプレイステーション3ですが、それをね上回るでかい PS5、 今後ねなかなか GPU も小さくならなそうなんで、でかくなっていってしまうんでしょうか、スーヤお聞き。 でかいと言われたら、こちらもね黒船として出てきました XBOX ですよ。21世紀マイクロソフトから投入されたね家庭用ゲーム機です。それよりもやっぱりでかいですね PS5。 いやー XBOX もねでかいと思ったんですが、 PS5 全く負けてません。そして360ですね。360もまあどうでしょう、 XBOX とそんなに変わんないんですよね大きさ的に。だからまあうん、順当なサイズ。そしてこちらシリーズ S ですね。 S、 まあ横置きにした場合はね結構差がありますね。同じ世代のものとは思えない、この差は一体。さあ2台合体ながら PS5 を超えてきたね大きさのハードがありました。メガドラ1とメガ CD2 のねドッキングパターンによると、PS5 よりもねかなり横に長いモデルになってると思いますよ。まあ合体してるから若干こうね勝負としては
なんだろうな、フェアじゃないかもしれませんけど、ただね、合体ながらちゃんとこのようにね、1台のハードとして機能してますんで、そしてこちらは、まあよくある、メガドラ2とメガ CD2 ですね。まあちょうどミニサイズが今話題になってますけど、まあこちらはミニじゃないですよ。ちゃんとした実機なんでね。そして、ワンダーメガはね、こちらもでかいですが、だいたい横幅は同じですね。同じです。いやー、でもね、迫力は PS5 だな。厚みがありますからね、厚みが。厚みといえば、こちらのね、ネオジオ CD ですね。ネオジオ CD の、まあ、初期バージョンになりますが、これはね、厚みは一緒です。一回り小さい感じでしょうかね。一回り小さい感じです。でせっかくなんで、3DO リアルさんも持ってきましたよ。3DO リアル。ちょっと余計なものがついてます、ね。まあそれ考えるとね、意外と小さいな、リアルって感じですね。さあ、世界最小というかね、末置き機最小の末置き機、PC エンジン。えらいちっちゃいですね。これはミニじゃないですよ。PC エンジンミニじゃなくて、実機ハードになります。すごい差です。まあただし、コア構想なんで、いろんなものをね、ブチブチ合体ドッキングしていくと、あっという間に、巨大化していきます。でかいエンジンになってしまいますね。で、でかいエンジンといえば、やはりこちらでしょう。こちらもね、ついに超えてきました。スーパーグラフィックスプラススーパー CD ロムロムですね。横幅という点ではね、超えてきましたよ。もうでかい。場所をめちゃくちゃ食いますね。こんな感じで、一体何やってんだって思われちゃうかもしれませんが、こんなこと、大きさ比べてます。さらにさらに、ちょっとね、変態ハードと言われている、スーパーグラフィックスを、あのね、CD ロムロムに接続するためのアダプターですが、まあ、ケーブルの分浮いちゃってますけど、明らかにでかくなりました。PS5 が小さく見えちゃいますね。こんな差が生まれちゃってますけどね、こんな変な構成。これちゃんとね、本物です。実機なんです。純正品なんです。そして、今をときめく周辺機器、サイバースティックです。横幅はね、全く同じでしたね。同じです。まあ、こちらハードっていうか、ゲーム機じゃないんですけど、ちょうどね、設置面積ということを考えれば、ちょうどね、比較になるんじゃないかなと思いますけど、横幅はね、全く同じでしたね。といった感じで、まあ、今すぐにね、出せたハードを持ってきましたけど、まあ、なんだかんだね、でかいですね。まあ、一番でかい末置き機になったんじゃないかな、といった気はします。まあ、持ってみるとね、そんな重たいかっていうと、そこまで重たくないですし、まあ、あとはね、ラックに入るのかな、という問題がありますよ。まあ、今回ね、なんとなくいろんなものと比較しましたけど、まあ、自分がね、後々 PS5 を買った時に、まあ、どのくらいのサイズかなっていうのがわかるかもしれませんのでね、ちょっと意味があったものに仕上がったかもしれません。いやー、本当にドタバタしてましたね。開封するだけでも結構 PS5 パワー使いましたよ。この後ね、いろいろこう、なんだろう、初期設定とかありますし、あれもあるんですよ。なんだっけ、スタンドをつけなきゃいけないんですよね、PS5 って。いろんな作業が、起動する前にあります。ということで、次回、なるべく早く、できれば明日、PS5 開封編に入りたいと思います。ではまた。